深川公園は東京都江東区富岡にある江東区立の公園である。東公園一帯にはもともと永大寺という富岡八幡宮の別当で江戸を代表する寺院があった。しかし明治時代になり神仏分離令により永大寺は廃寺となった。その跡地が現在の深川公園となったものである。東公園は大乗館によって明治年に 都内では飛鳥山公園、上野公園、芝公園、浅草公園と共に、日本で最初に作られた公園の一つとして知られる。ところで、江戸時代には、成田山新勝寺の不動明王像がこの廃寺になった、永大寺において、しばしば出張外長をされていた。これは、江戸っ子たちの間で大変評判になり、明治時代になってもその不動村進行は続いていた。永大寺が、 廃寺になっても、当地で、不動村に参拝したいという人々の願いから、深川公園内に、明治11年1878年に、成田山の東京別院が置かれた。この不動堂は、現在も当地にあり、多くの参拝客が訪れる。また、1909年には、東京都内では2番目の古さを誇る深川図書館が、東公園内にできる。東図書館は、 1923年に関東大震災で被害を受け、1928年に成長庭園坊に移転する戦後、1975年に江東区に移管される。現在では、深川公園は深川不動堂を挟んで東西に分断される形で存在し、広場やテニスコートなどがある公園として地域の人に親しまれている。富岡八幡宮別島永代寺石碑。 ありがとうございます。